次は変性細胞類ですね。これについて解説します。でそれのうちの、まずは卵園系脂肪体について説明をしていきます。で卵円系脂肪体っていうのは、腎障害に伴って出現する脂肪下流を含有する、まあ、細胞のことをあの、まあ、いい意味します。でこれはあの尿細管上皮細胞由来と、退色細胞マクロファージ由来の あのものがあるんですが、まあ、これを両者を区別することはできませんので、えー、まあ、乱炎形脂肪体というふうにあの報告することになります。で、これは重症のネフローゼ症候群の患者さんの尿にあの高頻度にまあ認められますと、で、その他重篤な尿糖尿病性腎症、ファブリー病、アルポート症候群などの患者さんの尿にも出現してきます。 でこの卵円形脂肪体の形態的な特徴として、まあ、大きさは大体10から40マイクロメートルぐらいで形は円形類円形を示しますで、えー、無染色における下流脂肪下流の色調としては、まあ、小さい脂肪下流であれば、まあ、黒から、えーまあ、褐色調の光沢をま示します で大きい脂肪下流の場合は黄色の、まあ、光沢を示します。えーまあ、S 染色で染色するとです、ね、脂肪下流は染まりません。でまあ、無染色の、えー、場合と同様に、あのー、認められますとで。これはあの脂肪なので、まあ、脂肪染色をして同定、まあ、することになります。で脂肪染色としては図段酸染色ですねで。脂肪の種類によって でまあ、染色性がまあ変わってきたりしますとで。含有する脂肪がこのコレステロールエステルや脂肪酸が多い場合は黄石色、コレステロールが多い場合は黄、えーまあ、石糖色ですかねで。中性脂肪が多い場合は、まあ、赤色、リ、え、ン、ー、脂質、糖脂質が多い場合は、まあ、淡い赤色に染まります。でこの蘭円形脂肪体は変形 耕鼻微鏡で観察すると、マルタ十字って呼ばれる、まあ、特有の、あのーえーまあ、十字架のような変更図を示しますので、まあ、それは画像は後ほど紹介したいと思います。でえー、このライン系に関する国家、あのー、試験も問題が、まあ、いくつか出題されてます。でえー、っとまず、これですか、えー、51回目の問題ですね。 35歳の男性で不腫が認められて、尿診鎖の標本を、えー、見ると、まあ、こういうあの画像があの観察されましたと。で、これが、まあ、蘭越型脂肪体になるんですが。 まあそれを答えさせる問題じゃなくて、まあ、どういう病気が考えられるか、でまあ、それの,あのいろんな性格項目はまあどう変化するかっていうまあ問題になるんですが、まあ、答えは、これは4番が答えですね。BCD ですね。でまあ、この疾患としてはネフローゼ症候群になりますね。まあ、ですので、尿中にタンパクがたくさん出てきますと。 で、尿中にタンパクが出るので、血清中のタンパクは、あの、少なくなっちゃうと。で、えー、まあ、D、コレステロールの値も、実は上昇してきますと。で、これはちょっと、あの、56番も、まあ、同じような問題なんですが、まあ、後で解説をしますが、えー、っと、まあ、一応、血清中のタンパクが低下してしまうので、血清中のタンパクっていうのは、肝臓で作られますね。 で、えーまあ、アルブミンが合成されるわけですが、その肝臓でタンパク合成がの更新が起こると、まあ、同時にその肝臓でも、えーまあ、コレステロールの、まあ、整合性の脳があの上昇するので、まあ、それによって形成中のコレステロールの値も高くなるということになります。で答えは4番ですね。 で次、56回目。えー、尿の賃査標本を別に示すと。まあ、こちらですね。でこれ、写真を見るとあの、全く同じ写真になるんですね。ちょっとなんか色を変えてますけどね。はいでえーまあ、これはまあ何かと。まあ、これはライン系脂肪体の3番が答えです。で次、56回目、えー。この患者で見られる尿検,、えー、検査所見はどれかと。 えーまあ、これは、この患者って、こ,こ,のこれ続きの問題なんですよね。まあ、この患者ですね。まあ、ですので、ネフローゼ症候群になりますので、えーまあ、血清のアルブミンが低下で、で4番目、コロシスロールは増加になります。じゃあ、その次はあの、えー、っと細胞室内封入体細胞について紹介します。